皆さんこんにちは。愛姫殿の愛姫です。12月も残りあとわずか。今日は12月19日日曜日に起こる双子座満月について、ホロスコープから受け取ったメッセージをお伝えいたします。2021年の締めくくり、今年の12月の後半は次々と変化のエネルギーが宇宙から降り注ぎます。その変化にスイッチを入れるともいえる今回の満月は、私たちに宇宙を信じて変わりなさいと言っているかのように感じます。アセンダントはお牛座。やはり今私たちが変化しなければいけないことは価値観。地の時代に植え付けられた私たちの価値観を本当に手放す時が来ています。私たちは親から、先生から、社会から、資本主義の中で生き抜くための価値観を植え付けられてきました。多くの人が縦社会の中でないと生きることができなかった時代、封建社会の考え方が世界に広がり、私たちが生まれた日本でも大切なものが大きく変化した2000年でした。しかし行き過ぎた資本主義、行き過ぎた封建社会は限界を迎えています。そして宇宙の星たちも私たちにそれをいろんな形で教えてくれています。私たちが信じてきた社会や会社や働き方や常識を表すジュフハウス MC のすぐ近くで冥王星と金星が重なります。そしてその冥王星と月が150度、根底から変えようとする宇宙のエネルギーに、私たちはこれまでの価値観にしがみつこうとしていますが、世の中をきちんと知り、いろんな人に話を聞き学ぶことで、変えられなかった意識をきっと変えることができます。魚座の海王星と双子座の月は90度という激しいエネルギーですが、海王星は少し厳しいエネルギーではありますが、厳しいからこそ変化できるきっかけをくれているのです。月のサビアンシンボルは私たちにそれを伝えています。何があっても怖がらないで、どんなに苦しいことがあっても、どんなに目の前の現状が悪いことだとしても、宇宙を信じ、自分を信じ、目の前の変化を受け入れ、生まれ変わりましょう。自分の魂が本当に望む方向へ脱皮する時がいよいよやってきたと満月は伝えています。どうぞ皆様、素敵な満月をお過ごしください。